はい、えーとですね、ショート動画だと G 検定のやつずっと終わんないのでちょっとここからですねあの普通に YouTube の動画でショートじゃなく、えーえー、アウトプットしていきたいと思いますで探索と推論といったとこで、えー、決定義と、えー、ブルートフォースですね、まあ、力任せに全部やっちゃうといったところに関してまではショート動画で出したんですがでその後ですね、えー、チェスに関してなんですが ボードゲームと AI というところですね。に関して G 検定の部分でアウトプットしてるんですが、チェスは、えー、まずですね、IBM が開発したディープブルーガーですね。1997年に、えー、当時の世界チャンピオンであるカスパロフに勝利して、えー、将棋でも2013年の、こっちですね。電、えー、王戦ですね。ここで、えー、このポナンザっていうソフトが現役のプロの、えー に勝利したとで、そのさらなる盤面のクリア性せがも,もうとにかく膨大でこれもうちょっと先なんじゃないかって言われていた囲、e、碁の世界でも AI が勝ったっていう形が起こったのがこちら2015年ですねに起こりましたで、これで初めてですねこれアルファ5ディープマインドですね Google のディープマインドアルファ5がこれ2015年に囲、e、碁で勝っちゃったんですね Google に買収されたディープマインドっていうところですね。ここがグーグルに買収された。で、このアルファ号ですね。が買ったって言ったことがありました。で、このアルファゴーの特徴がですね、探索だけじゃないんですよ。ディープラーニングを活用している点が特徴で。で、さらにですね、この先の AI の進化って怖くてですね、えー、2017年ですね、これ過去の人間の、えー、とデータですね。 を全部、えー、使用しないんですよ自分自身と自分自身の対戦のみでゼロから学習を始めるこのアルファえ5、ー、ゼロと、えー、してですねそのアルファえー、アルファ5ゼロは、えー、アルファ5ゼロはこれ以後なんですけどアルファゼロっていうのも出たんですよそれがえっ、ー、とチェスや将棋も含めて汎用化したやつですねアルファゼロ これらが相次いで登場したんですでこれによってですね、えー、と短期間でこの α5 ですねもともとの α5 を超える強さを達成したと話題になってるんですよねだからどん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 進化していくといった形ですねで基本原理が探索であることは昔から変わらないんですでブルートフォースつまりこの力任せですねこの力任せ ででは、えー、なく深層学習の技術を組み合わせたんですねだから僕も結構機械学習ばっか使ってるんですけどディープラーニングとかも組み合わせることによっていいものができるかもしれない。で同じようにですねディープラーニングを組み合わせることによって、えー、精度の良い、まあ、こういった人間にも勝てるような、えーまあ、どんどんですね AI が誕生してきたっていう、えー、進化の過程があります。 でえっと、この次がですねこの知識表現といったところになるんですがこれがですね第2次 AI ブームにおいて中心になったのが知識をコンピューターで処理するしやすい形でいかに表現するかっていうこの知識表現の研究なんですね。このトイプログレーム,ムでしか解けないという第1次の AI ブームの問題点に対して知識そのものをコンピューターに与えることで 現実の問題を解けるようにできるって考えたんですよね。だから入力と出力をテキストでやり取りする対話型の仕組みを活用したここ出てきますねエキスパートシステムが登場してその後のワトソンやトーロボクの開発につながったみたいなんですね。でここからですね知識表現のところに行くんですがこれがですね えと1964年にですね開発されたイライザですね e l は単純なルールでテキストデータをやり取りするだけのシステムだったんですあたかも対話するように見えたんですよねでこれで結構人気出たみたいな1964年ですからねでこれがですね Twitter のボットも仕組みはほぼ同じですね 人工無能って言われてます人工知能じゃないですよ。人工無能です。って言われてるんですね。で、コンピューターの機械的な動作って分かってても、やっぱり人間って対話してるように感じちゃうのが、イライザ効果と呼びますね。で、その後出てきたのがエキスパートシステムですエピ。エキスパートシステム、こっちに書いてありますね。エキスパートシステムとは えー、特定の専門分野の知識を取り込むことであたかも専門家のように振る舞う、えー、対話システムを指すんですね。で「マイシンですねここちょっと出てきますよ。ーイーシンは1970年代に、えー、とスタンフォード大学で開発された血液疾患の 診断支援をこれですね、まいンがこれ、血液疾患の診断支援をするプログラムです。質問に答えていくと、事前に用意された500のルールの中から、感染した殺菌を特定して対応する、そして抗生物質を処方することができたんです。また、1960年代に開発された未知の有機化合物を特定する、それがですね、 でんでですね、もう有名ですね、これが有機化合物。で、またですね、生産、会計、人事、金融など、さまざまな分野で多くのエキスパートシステムが開発されて、1980年代には多くの米国企業で使用されてきたんですね。一方で、専門家から知識をヒアリングして、 蓄積そして管理するのに多大な構想がかかりあまりにも、えーえー、そういった管理ですね、えー、が膨大であり困難だっていうのが課題になっちゃったんですよねで暗黙的な知識をうまくヒアリングするためにこのですねインタビューシステムですねこれもですね研究が進められてきたといった形ですで次にここ 意味ネットワークに行きます。意味ネットワークは知識をいかに表現するかという研究の一つです。意味ネットワークですね。システマティックネットワークって言いますが、英語でね、人間が今理解するときの構造を表すため、概念を濃度で表し、概念間の関係をリンクで結んだネットワークで表現するんです。で概念間の関係のうち、例えばここのね、is、 何々であるっていう関係は上位下位の関係を示し人間は例えば哺乳類である哺乳類は動物であるといったカテゴリーの検証関係を表現するんですでパートアットパートオブ一部であるっていう関係は全体の部分の関係を示し目は頭部の一部である足は脚部の一部であるという属性を表現します はずあの関係ですね。次はずあの関係は、えー、ポートオブの関係を逆にしたもので、えー、頭部は目が含まれる、えー。脚部は足が含まれるという表現になります。この時、A と B、B と C の関係が成り立つ時に、A と C にも自動的に関係が成り立つというのが推理律です。 水位率ですね。イズアの関係は下位概念が上位概念の属性を全て引き継ぐために推移率が成立しますがパート・オブの関係ハズアの関係はいろいろな種類の関係があるので推移率が成立するものと 成立しないものがあります人間の持つ全ての一般常識を入力しようという野心的な取り組みいやこれ野心的ですよねこっでしたすいませんサイクプロジェクトサイクプロジェクトこれが人間の持つ全ての一般常識を入力しようというサイクプロジェクトなんですが30年も経っても続いていて 現代ののバベルの塔とも呼ばれています。で、知識を正しく記述するオントロジー研究のうちコンピューターにデータを読み込ませて自動で概念間の関係性を見つけようとするライトウェイトオントロジーは Web データを解析して知識を取り出すウェブマイニングやビッグデータを分析して 有用な知識を取り出すデータマイニングですねで活用されていますこういったオントロジーの研究はウェブ上のデータに意味付けすることでえコンピューターに、ね、高度な意味処理をさせようとするセマンティックウェブ技術につながっているということですねで IBM ワタソンコンピューターにデータを読み込ませてえ自動でえ概念間の関係性を見つける ライトウェイトオントロジーを活用して IBM が作成したこれ結構有名ですねワートソンが2011年ですねにクイズで人間のチャンピオンに勝利しました。そうですね、クエスチョンアンサー質問応答という研究分野の成果なんですがワートソン自身は意味を理解して答えているわけじゃなくて 関連性の高いいいとと思わわれれるる回答を探索しててだけすすぎないと言われておりますで東ロボ君ですね日本でも東大入試合格を目指す東ロボ君の開発プレジェットが立ち上がってですねセンター模試で一定の成績を残したんですがやはり設問の意味を理解しているわけではないので目標の合格を実現するのは難しいとして開発は中止されたんですね。 でこ,のここまでが第2次 AI ブームと言ってもいいんじゃないでしょうかただ第2次 AI ブームが就職した後ですね再び AI ブームですねこれそれがその盛り上がりを見せるきっかけになったのが機械学習です。 より精度の高い複雑なモデルを学習するために必要となる蓄積するデータ量の膨大ですよね。インターネット、スマホ一台で50億人、60億人、70億人の長が一つになって、その大量のデータが集まる仕組みができるそしてその大量のデータを学習するためのコンピューターの演算能力向上の両方の実現ですね。これが機械学習の発展に大きな 要因になりました。で、中でも統計的自然言語処理の研究が進みこれを活用したですね、機械翻訳は大きな性能向上を実現しました。でデータの増大と機械学習ってところで言うと大量のデータが蓄積されるのに伴いその大量のデータの中からルールやパターンをプログラム自身が学習する 機械学習が有効ななアプローチになったんですよねで特に Web 上に蓄積されるこのビッグデータを学習して、えー、購買パターンや、えー、購買確率からおすすめの商品を、えー、広告表示するためのレコメンデーションエンジンや、えー、あとはキーワードのパターンからテキストデータを分類するスパムフィルターこういうのも実用化されていますよね。しかしか例ええば変数が増えて 関数の次元が増えるとまあ要はそうですねまあこう AI で教師あり学習だとしてもまあ超えたいろんなね特徴量があったりでそれでこの特徴量を作るためにこの特徴量1個を変数にしたり関数にしたりこうまとめて使うことができるのが変数とか関数なんですね。 でこういった変数とか関数さらに次元ですね今これ2次元でなんかこうこれが2次元ですよねこれにもう一個ベクトル増えると3次元とかねいう形になるんですよこれ立体的なデータを解析するみたいなまあそういったのがあるんですねもうとにかく指数関数的にやんなきゃいけない処理が増えるので次元の呪いって言われるんですよね精度が高くなるよう煩雑なモデルを学習する際にはですねまあ要は すげえいいコンピューターを使わななきゃいけないけコンピューータの演算処理能力の向上が欠かせないって言ってるんですよね。また学習のためにはモデルのパラメータの数の約10倍のデータが必要だという経験則も存在。これはもう本当経験則です。でもパラメータ数に合わせて10倍っては結構なデータが必要ですよね。だからインターネットの普及に伴うビッグデータの蓄積、そしてそのビッグデータを学習するだけの演算処理能力の向上の両方が機械学習の 発展に重要な役割を果たしたことが分かりますし、今もどんどん簡単な使えるツールが生まれてますよね。で、統計的自然言語処理なんかでも、機械学習の分類の中でもですね、対話コーパスという日本語と英語の両方が機械された、 記載された大量のテキストデータに対して、文法構造や意味構造を考慮せずに出現変動を統計的に機械学習する統計的自然言語処理が飛躍的な進歩を遂げたんです。でこれを活用した、えー、統計的機械翻訳は、それまでのえっ、ー、とまあ、文章の、えー、構造解析を活用したルールベースの機械翻訳よりも、 これ、ね、自然なな翻訳結果が得られるようになったみたみいで,すでその後深真相学習ですよね。機械学習は明示的にプログラムしなくても人工知能自身が学習するしか目指しますがルールやパターンを導き出すためにデータのどの特徴量に注目するのか、まあ、教師や理学習だとこれかなこれかなこれかなみたいなどれを注目したらいいかなっていうのをえー 画前として、まあ、人間がこう選定してて与えああげる必要があったんですこれに対してディープラーニングは特徴量も自動で学習することができるので大量なデータを複雑なモデルに学習させることで人間をも上回る認識や判断の精度を実現して大きな注目を集めてるんです。でこれディープニューラルネットワークねえっていう言葉がありますが。 まあこれ、こういった図をよく見ますよね。こう、ファス、ファス、ファスっていう形で。まあ、こんな感じでね、ディープニューラルネットワークの、これは生物の脳内の神経回路網を模した数式モデルがニューラルネットワークなんですね。複数の入力に対して、まあ、こう複数の入力ですよね。複数の入力に対して、単一の出力を持つ、こう。ね。 単一の最もシンプルな構造を多層パーセントロンっていうんですけれどニューラルネットワークってそうも,うちょっともうちょっと複雑で複数組み合わせて入力層と出力層の間にですねこう隠れ層とかいろいろ入れたりねあとは特にですね高い層構造で隠れ層が、えー 多数存在するものまあこの図も結構多数存在しますよね。まあ、こういったものをデュープニューラルネットワークっていうんで、深い関数であるためにですね、えー、表現ですね、表現の複雑なまあ関数とかをえ禁じできる、表現能力が高いし複雑な関数を禁じできるのが特徴です。でこの 深層学習ディープラーニングはですね大量のデータを用いてディープニューラルネットワークを学習することで画像認識、音声認識などそれまで難しかった非常に高度な認識能力を実現しさらに音声や対話の生成そして近況から行動を決定する機械学習で成果を残したんですでそういったところで注目されているのと機械翻訳の分野でもですねディープニューラルネットワークを活用した ニューラルえ機械翻訳 NMT。ニューラルけまあ、こういったね、ニューラルを使って、えー、機械翻訳を使うと。まあ、2016年に Google 翻訳で採用されているみたいで、実はぎ、えー、とこの Google 翻訳で使われているのが、ニューラル機械翻訳の NMT であることが分かりました。 またイメージネットですねという大規模な画像データセットを用いた一般物体認識のコンピテーションというのがありますでそれまでエ,ピエキスパートが、まあ、職人芸のようにですね特徴量抽出をすることで競っていたみたいなんですよね、まあ、こういったの特徴量がっていうのをねここだけで競っていたとただ2012年にジェフリー・ヒントン教授をはじめとする トロント大学のスーパービジョンチームが特徴量こういうのをですね自動で抽出する深層学習の方法ですねもうこの機械学習と深層学習に似たわけですでそれまでの記録を大幅に塗り替えて圧勝したんですよねこれで注目が集まりましたこの DNN 構造はえっ、ー、とこの構造はですね アレックスネットとも名付けられたみたいですねその後2015年にはですねマイクロソフトのレスネットが優勝して人間の手動分類の結果をもう上回る結果を残したんですねでこれが終わって以降はまあカグルに引き継がれているといった感じになるみたいです 代表的な企業と製品なんですが、新創学習ではデータセットを基準技術基盤及び技術者などのエコシステム全体が非常に重要となるため、大量のユーザーを抱え込むことで、データ・技術者も同時に増大させていくプラットフォーム戦略で成功を収めつつある米国,米国のです、ね、アメリカの企業が圧倒的な競争を優先し 競争優位性をいいているんですねで中心となる企業名の頭文字を取ったのが GAFA だったりガーマガー,ガーマですねガーマって呼ばれてもしますこれ GoogleAmazonMicrosoftFacebookApple ですねはいここまでが第2章第1章の2番ですねでその後ですね人口 知能分野の問題といったのが、えー、出てきます。で、人工知能の研究っていうのはですね、過去2分とその収束をまあこう繰り返してきたわけですよね。で、それぞれの歴史に立ちふさがった問題が、その後どのように技術発展につながったのか、現在も解決されていない問題や、新たに立ち上がった問題は一体何なのかなっていうのが、えー、結構、G 検定でも重要になってくるみたいです。で、それがですね、 トイプログレム迷路やパズルまたはチェスや囲碁などルールが明確に定義された問題をトイプログレムと言います人工知能がトイプログレムを解くことができても現実世界で発生しているもっと複雑な問題が解けないことが第一次ブームの収束にこうトイプですね続いちゃったんですねおもちゃ問題って呼ばれますね で、えっとモバ、モララベックのパラドッククののパドスというのもあります。これはモラベハンス・モラベックというローボットの研究者が提唱した逆説なんですよ。コンピューターにとって難解なパズルや数式を解くことが入院にできたとしても実は人間が幼少の頃から無意識にやっている一見簡単な認識や運動を実現することこそが非常に難しいということを示しているんです。 あとはチューリングテスト。数学者のアラン・チューリングが考案した画面とキーボードを通じて会話する中で相手が人間ではなくコンピューターと見抜かなければ知能であるとする判定する方法ですね。実際にイライザーというシステムは頭も人間と対話しているように感じられるために人気が出たんですよね。またチューリングテスト方式で評価を行うローナーコンテストが 1991年以降毎年こう開催されて人間と区別がつかない会話のプログラムの実現を目指してこう競り合っていたという歴史があるみたいですねで。あとは強い AI と弱い AI。哲学者のジョン・サールが生み出した用語で強い AI は心を持つ汎用 AIAGI アーティフィケル・ジェネラル・インテリジェンスを 弱い AI は心を持つ必要がないか特定領域で有用な道具となる AI。Artifical n a r r o ィ,ィ Intelligence をそれぞれ指すみたいなんですね。このジョン・サールが強い AI、弱い AI ですね。強い AI と、ウリャーというこんな感じの AI と弱い AI を考えたのが まあこんな豆粒みたいな AI としましてこれがジョン・サール。ジョン・サールさんですね。で、えー、とまあこういったことによってですねああのジョン・サールはですね1980年ねチューニングテストを発展させた中国語の部屋という思考実験を。 発表して一見会話が成立しているように見えても意味を理解したり意味を持つことにはならないって主張したんですよね次に知識獲得のボトルネックエキストアウトシステムの課題として、えー、明らかになったのは知識獲得のボトルネックでした専門家から知識をヒアリングするのに時間とコストがかかるそれで 知識としてのルールが数千数万と増えた際に整合性や一貫性を保つのが大変だそれで常識などを広い範囲に広げようとすると膨大の量の知識ルールが必要になる人間のすべての常識をルール化しようとするとサイクプロジェクトは30年以上にとっても完成してないんですさっき言ったようにもうべてのデータですねやっぱり難しいんですよねで現代のバベルの塔と,と呼ばれてます あとはフレーム問題。人間が自然と行われて、今解こうとしている問題の関係のあることからだけを、えー、事柄だけを選び出すということが、人工知能とっては非常に難しいという問題ですね。ロボットが次元爆弾の上に乗せたバッテリーを洞窟の中から運ぶ出す際にですね、複雑的に発生する事象を無限に考慮したり、何か目的と関係のある事象なのか、 無限に、えー、こう分類をして結果的には目的を果たさないという例がよく使われているんです第2次英文で知識表現が研究される中で人工知能の限界の一つとして認識されたんですねあとはシンボルクラウディング問題ですね人工知能が知識表現を文字列や記号として処理する一方で本当の意味を理解してシンボル と紐づけるクラウディングことができないという問題です島と馬を記号として学習したとしても意味を理解していないため初めて見た島馬は認識できないですよねという理由がよく使われるんですさらに本当の意味理解のためには、えっと、体で実際に触れるなど外界との相互作用を 通して得た感覚が重要だという身体性に着目した研究もあるんです。あとは特徴量設計、例えば部屋の情報から賃貸の家賃を推測するためには部屋の平ャラクや築年数、駅からの距離などの入力情報を用意する必要があり、この変数を特徴量と呼ぶんですよね。機械学習モデルを構築する際には注目すべきデータの特徴は何か。ドメイン知識 つまり専門知識の知見をもとに特徴量を抽出するまあこの職人技術が重要になるわけです。ディープラーニングはえ特徴量表現学習とも呼ばれ、特徴量を自動で学習することができるので、深いドメイン知識がなくてもエンドトゥーエンドですね、入力と出力のデータさえあれば学習できるという特徴があるんです。一方で自動的に、えー 抽出された特徴の内部表現を完全に理解することは難しいので、得られた結果に対してもですね、まあ、明確に必ずしもですね、判断理由を説明できるわけではないといったところがディープランニングの,そのブラックボックスの問題ですよね。あとは ノンフリーランチ定理っていうのがあるんですけど、これはどのような問題に対しても万能な汎用アルゴリズムは存在しないっていう定理ですねえ。特定の問題に対しては汎用アルゴリズムではなく、その問題や領域に特化し、最適化されたアルゴリズムを作成すべきだと言われています。そして、一章の最後、シングライリティですね、えー。得意、得意点ですね。技術的得意点。 まあ、人工知能が人間よりもあ自分よりも少しでも賢い、えー、人工知能を作成できるようになればそれを繰り返して無限に高い知能が誕生するっていう概念なんですが2045年には1,000、えー、ドルで手に入るコンピューターの性能が全人類の脳の計算能力を上回りシングラリティに至るだろうとレイ・えー、カー ツワイルの予想が有名ですが人工知能にこの遺伝工学ナノテクノロジーが組み合わせて人類と機械の知性が融合するとも主張しているんですよねこれ結構思ったより早くなりそうだって今言われてますよねチャット g p t の存在で。でどんどんこの1年ですね2022年から2023年まだ5月ですけどこの間にもたくさんのプロダクトが出てますよね このカーツワイルが人工知能が人間よりも賢くなると予想している時期はそれよりも少し前の年なんですよねこのカーツワイルが人工知能がうん2029年にはもしかしたら起こっちゃうかもしれないですよねでこのシングライリティに対してスティーブン・ホーキング博士は、えー、とまあこれ人類が終わるんじゃないかって危惧,危惧してますしテ,トテスラのイノマックスクもかなり順調に 取り組む必要性があると言ってですね、えー、それでオープン a i という非エリア団体を設立してこのオープン a i がチャット g p t を作ったんです。でこのチャット g p t がマイクロソフトに買収されたりするとなるとですね、まあ、これイーブロン・マックスクさんも作ったんですけど慎重に取り組むと言いつつもあの、まあ、今後ですねこのチャット g p t が あの出たことによってインターネット上のありうるまあデータがですね学習に使われます。ですねでこの研究を止めるとまあ国際競争力も落ちてしまうといった問題がありますし結構ですねこれまあ あの日本という国は人が少なくなってこれからですね人が足りなくなるそんな時にですね AI を使って効率化っていうのはかなり今ホットな形になってるんではないでしょうかで次にですね次の動画では、えー、と確率統計についてお話しさせていただきたいと思ってます。